おー、来たか。ついに。迂回路。あ、じゃあまだなのかな？迂回路釣ってくから。おう。この中に入ってくるのね。なんか急に暗くなると見づらい。あ、明るくしてくれる。よし。メガポジションゲット。んーで、持って。まあ、ここは普通に上に行くだけかな。はいはい。こっちにあるでしょ、なんか。あるよね。ですよね。です。何？マテリアバウンス。マテリアバウンス？組にしたマテリアのレベルが1上がる。レベルが1上がる？レベルマックスのマテリア対象外です。なんかあんまよくわかんない。今、これ、霊気と組になってるけど、レベルはあのね、星1、2、3とあるけども、あれが2になるんだね、これね。だからミアーブルを外して、このね、マテリアバウンスを入れると、2になったねーってことね。そういうのがあるんだ。はいはいはい。よし。わあ、これやり込み要素多分増えてくんぞ、マジ。さあ、はい、ドアップクラウドさんです。どこ？まあ、とりあえずこれ壊しとくね。でこれ降りんのかな。神羅建設。なんだこれ。ちょっと待って待って待って。これ逃げたかった今。今ちょっと逃げたかった。ちょっと待って待って。逃げたい。はい。ね。分回しが来ると。で、これで戦っていくと。で、ちょっと待って。アビリティを使いたいんです。ちょっとヒートゲージしたのに。そんなことあんの？今、これで、分回した、ガードで、なんか、パリしましたね。バーストしましたと。一気にちょっと待って、一気に叩き込むチャンスです。ちょっと、丸抜マジ、きつい。丸抜問題、きつい。オッケー。まあ、これで、全然倒せねえ。全然倒せないから、ちょっと待って、リミットブレイクします。これは必中なんでね。はい。お疲れ様でした。結構辛かった。結構ね。アイテム。メガポーション。OK。よし。じゃあ次行きますか。で？あいつがあそこにいたってことはなんかあるんでしょ？これ。これ先進めちゃうのか。じゃあ、外れですね。ここかな？進めないのね。階段がなくて。はいはいはい。じゃあ、もうこっち行くしかなかったんだ。でもって、まあ、このまままっすぐかな。今んとこ一本道？この山は今でも魔法が豊富らしい。危険だから吸いすぎる。魔法中毒はごめんだもんな。綺麗。なんか綺麗な、クラウドさんな。魔法中毒はごめんだもんな。ごめんだもんな。これは高濃度魔法ガスを感知。はい。ただいまリフトをロックしています。空気清浄装置を移動して周囲の魔法ガスを除去してください。はいはいはい。このガスを除去する方法がこれですと。多分。きっと、おそらく。なんか L2 を押して、進めないといけないのかな？で、これは何？これは何？
魔法処理ユニットから空気清浄機ケーブルが伸びている。あ、こっち側ってこと？こっち側に動かすってこと？いやー、クラウドさんがこれやる仕事じゃないって。あっ、吸ってる。吸ってる。あー、こういうね、溜まってるっぽいところにこいつを引いていけばいいんだね。え、今ので 50% なの？今ので 50% なの？マジで言ってんの？はい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 。あ、これでロック解除。了解。なるほどね。はい。で、次の場所行けんのかな、これで。あ、こっちなんだ。山頂付近。ほら、メガポーションゲット、助かるよ。どんどんゲットしてけ。んで、こっちかな。あー、見えてきたね、マコロ。なんだ、ムービーが始まるかと思って飲み物飲もうとしたじゃないか。じゃあどんどん先行くか。特に何もないかな。緊張？元気に抜ければいい。あ、ガイドは私。あ、先行くんだね。ちょっと一瞬躊躇したね。あ、これ結構怖いぞ。いやー、 FF7 オリジナルの時はこんな高さだとは思わなかったけど、これ結構怖いぞマジで。え、やばすぎー。リファ、大丈夫か。あいつの運に期待しよう。案内はできるか。はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか。ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて、さあ
クライミング、捕まえる場所、グラップルポイントがある壁や崖は近づくと飛びついて登ることができますと。飛びついたら L で近くのグラップルポイントへ飛び移り上まで進みましょう。はい、登れる場所からは同じ操作方法で降りることもできますと。はい、L ね。で、任務続行ということで、これからセフィロスを操作できるようになったと。マジで言ってんの？セフィロスなんか最初難しかったけど、操作。居合とかマジでね、苦手なんだよ。お、休憩ポイント。お、来たー。助かるやつー。HP と MP 全回復。はい、来た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 。来た来た。助かるわー。みんな座らないの？俺は座るけど。うん。俺はな、座るけどな。で、ちょっと待って、三角ね。HP アップ。あー、これはつけよう。HP アップ。つけとく。で、セフィロス先輩何持ってんの？マテリアそんなに。いる？創生、回復、風、範囲化、炎。うわー。待って、範囲化を、マテリア持ちすぎじゃない？これ、ちょっと、せこい、せこい、せこい。イカズチ範囲か霊気範囲か。これね、セフィロスなんだよね、これがね。回復に範囲かをね、こう、つけないところ。全部マックスかよ、しかも。やば。アビリティ悟空門。あー、悟空門ね。FSF リメイクの、で、戦った時に悟空門やりましたもんね。バツ印にこう、地面にね、攻撃してくるやつね。じゃあ戦ってみる？セフィロス。いけるな。いけるなっつって。操作キャラを切り替えましょうということで、そうね、左の十字キーの、右、左？上下もあんの？うん。あれ？右、左だけだと思ったんだけど。仲間のコマンド指示とかもあんだっけ？はい、わかりました。なんか増えたかな？増えた気がすんな。あ、で、ここでいつも、ランさん、ポーズを押してるから、ポーズ画面に行くんだよね。これ、閉じるで丸を押そう。で、あー、セフィロスの戦い方。いろいろ説明ばっかですいませんね。セフィロスは、妖刀、正宗で戦いますと。はい。四角で、正宗による近接攻撃を行い、長押しすると遠距離攻撃を行う。へー、長押しすると遠距離になるんだ。一定回数の攻撃を当てると、突が、剣舞など、三角の発生攻撃が解放されます。発生攻撃は様々な攻撃の後に発動でき、ヒットするとリミットゲージが増加します。セフィロスの R1 ガード。逆襲の構えは、ガードした状態で構え続けます。構えた状態で敵の攻撃に合わせたタイミングよく、四角を押すと、敵の攻撃を弾き返すパーリーが発生しますと。これね、これはあんま使わないです。居合でしょ、要は。要は居合なんですけども、まあ某モンスターをハンティングする、ゲームだとね、居合、めちゃめちゃ苦手なんでね、下手だったんでね。ちょっとそんな感じなんですよ。だからセフィロスさんを使いこなせるかなって感じ。はい、じゃあ閉じるでいきますか。セフィロスを使う感じになってるね。めちゃめちゃ強くない？なんか強くない？バーストしてるしもう。はい、ちょっと待って。あー、シュン突がーとかってできるのね。はいはいはい、なるほど、強っ。純粋に強っ。バトルリーダーの変更。うん、現在のバトルリーダーはセフィロスです。はいはい。バトルリーダーに設定されたキャラクターはバトル開始時の操作キャラクターとなります。メインメニューのバトルセッティングスでバトルリーダーにしたいキャラクターを選び、三角を押すと変更できます。これ前あったのかな？
あんま使ったことないの。まあセフィロス使ってみるか、せっかくだし。え、これどこ行けばいいの。あー、よくわかんないな、これ。この中かな、この中しかないけど、ちょっとこれ正解なんで、他を周り見ましょうよ。よし。はい、魔法ガスですね、と思いながら。くれぐれも気をつけろ。あ、結構大変なのね、魔法ガス。濃すぎる魔法は危険だ。はい。え、じゃない、もうこれモンスターと戦わない方がいい選択？そんな感じ？いやー、でもね、あれは見逃せませんよ。あれはね、うん。これはね、見逃せませんよ。攻撃、何？攻撃バフプラスマテリア。攻撃バフ？何これ。あー、そういうこと。物理魔法攻撃強化、何？物理魔法、物理と魔法の攻撃強化魔法が使えるようになります。脳を入れてほしい、さすがに。魔法攻撃強化魔法って、ちょっとなんか魔法2回出てくるしみたいな。耐性マテリアと組むと、物理攻撃強化弱体化への耐性がつきますと。はあ、はあはあ、はい。え、なんか急に暗くなった、気のせいで。あー、さっきのところがあそこか。あいつを倒さなくてもいいけど倒してもいいよね。じゃあちょっと倒していこうぜ、ちょっと慣れるという意味で。あーと、で、そうそうそう、丸で回避、丸で回避。あ、瞬間移動してるわ、すげえ。瞬間移動してる、強っ。え、セフィロスの、あ、セフィロスにもアビリティあるのね。え、あ、悟空音使ってるやつ、悟空音。これが強かったんだよな。あれ、なんかそんなに強くなくない？おい、手抜いてんじゃねえぞ。あ、そう、倒していく。オッケー。あとは、あ、こっちにも道あんの。あ、なに、これ結構広い。あ、わけではないんだ。あ、ここら辺行ってないな。ここら辺行ってないな。よいしょ、じゃあ、ここら辺に進めていきますか。特にないか。うん。特に何もなくて、どんどん降りていけばいいだけ。ほう。何？魔法の泉だ。綺麗だな。うん。でも、魔法エネルギーを使い続けたら、この泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよ、そんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。
さあ、行くぞ。なんだよ、セフィロス。宝条に詳しいじゃねえか、おい。ねえ。よし、さてと、ここまでにしよう。